はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。ちょっと前回やらかしちゃいまして、屋上から飛び降りて骨折しちゃいました。で、今ね、応急処置で、どうにかこうにかスプリント作って、足を包帯でぐるぐる巻きにしてるんですけど、やばいっす。歩く速度が遅いんで、多分この走る速度だったらゾンビに追いつかれると思うんですよね。で、しかもここ視界悪いっていうね。視界悪いし、ゾンビに追いつかれるし、さらに、ゾンビ強いし。やばいな、夜になるって今から。タイミング悪い。早く帰らないといけないのに、もう。早く帰りたいよ。お、次のマップ来ました。ラッキー。ラッキーだけど、なんかデコボコしてんぞ。大丈夫か？あ、大丈夫だ。あ、視界も良好だね。いいね。ちょっとここから集中していかんといけんな。夜になったらさ、走ってくるでしょ。多分追いつかれるから。あ、ご飯炊けた音がしてる。ごめんなさいね。ご飯炊けました。よいしょ。で、この足の速度だったら俺追いつかれるんで、二択なんですよ、今。考えてるのが迷ってて。ハンドガンで素早く処理するか、ボウガンで静かに処理するか。ハンドガンで素早く処理した場合は音が鳴るんで、周りのゾンビが来ちゃわないか心配です。で、ボウガンでやる場合は、ミスった時のリロードがあるんで、下手したら、その間にぶん殴られます。ぶん殴られます。できればどっかで、何事もなかったかのように、済ましたいんだけど、今回建物入らない。条件無駄につけちゃったからね。夜を建物で過ごさないっていう。自分で何か作るかしないと夜は過ごせないから、もう走ってなかったことにするしかないですね。ヘルメットフラッシュライトにしたいっちゃしたいけど、攻撃力、防御力がちょっと下がるんで、今晩はフラッシュライトなしでいきます。もうぶん殴られる可能性が。あ、走ってきた、走ってきた。やべえ、やべえ。もう視界にいるゾンビ全部倒していこう。もう走る先の、こんなんで追われたらもうアウトだもん。ああ、そうだ。ダメや。手の震え落ち着いてきた？そんなことない？そんなことないかな。あと100発しかないじゃん。あら。100発しかないじゃんとか言っといても外しまくりやん。今の倒したのかな？どうしようか。いや、作りたいっちゃ作りたいけど、羽21作っちゃうか。22、よし。もう本当に隠密行動。 見つかったらアウト。見つかったらアウト。やべやべやべ。なんか来てる。大丈夫。あ、ゴミ袋だ。ゴミ袋にすら怯えないといけないっていう。いやー、骨折したらほんと致命的だね。このタイミングで待ちですか。
どうするよ。いや、街には近づけないでしょう。21時か。街には近づけないでしょう。やばいって、街行ったら絶対スポーンするし。遠くから偵察してみる、街を。あの街小さそうだよね。でもわかんないよな。近くまで行ったらいっぱい湧いてきたりするし。あの建物は結構頑丈そうな建物だよね。もう少し近づいたら多分湧くよね。うわ、普通の歩きの速度が遅え。湧いてるな。ダメだ、もう狙えないわ。フェンスだ。今ヒットしてるもんね、絶対。胴体ヒットだもんね。あ、やっぱ走り回ってるわ。やべやべやべ。撤退。どうしよう。この街をスルーするのも一つの決着だよね。なんでできてると。どうしよっか。どうしよっか、ボルト。とりあえず、作れるだけ作りましょう。いやー、足治るのどんだけ時間かかるんだろう。こういう時はスナイパーライフル欲しいよな。センスド、アンディテクテッド。センスド。あいつ頭が見えない。いやー、嫌やな、ほんと。あっちにいるのが分かるんだけどね、あの角の、家の角裏に手が見えるんだけど、チラ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 。あの建物なんか頑丈そうだよね。ちょっと外回りで軽く見てみようか。あ、出てきた。よっしゃー、仕留めた。いるな。あ、やっぱ走ってる、めっちゃ走ってる。バレてないけど走ってる、めっちゃ。あっちにもいる。あいつは近いぞ。すかした。よし、止めた。あっちにもいる。よし。いや、ほんとゾンビハンターだよ。夜に紛れてゾンビを狩るっていう。どうだろう、あの建物。見えなくなっちゃったし、こっちから撃つか。あれ、足止まっちゃった、あいつ。から音がする。来てる。もう一匹来てる。あ、やべえ。あ、やべえ。今胴体ぶち当てた。ちょ、待って。見えない。やってないな。もうどこ狙っていいかわかんない。このね、カーソルがおかしいんだ。違う。ああ、よかった。何これ、覗いてる場所おかしくなってるし、酔っ払って。銃の、ボウガン傾いてるでしょ、これ、どう見ても。どこ狙ってるのかわかんねえし。おかしいって、これは。
きの死体どこ行った？あさっとこうか。いやーマジか、防犯斜めに構えるようになったが、おかしいって。ほんと斜めに構えちゃダメだって。もう弾を持ってた？持ってないね。いやあの町行きたいけどな。まだ3時か。あれ今歩いてたよね、これか。よし、全然見えないけど、とりあえずで撃ってよ今。あ、やべえ、視界めっちゃ、視界悪る。視界悪るきり出すぎ。朝4時だよ、もう。もうそろそろ明るくなってもいいんじゃないの？あ、やべえ、この状態だった、俺。あっち、ゾンビ歩いてる。もう本当どこ狙っていいかわかんない、この状態だったら。仮面とかいらないし。なんかインベントリーこの間に整理しとく。ウェポンリペアキットって何が必要だっけ。鉄パイプ必要だな。あ、このスコップ捨てていいじゃん。スコップも捨てちゃおうか。いらないよね。捨てちゃった。他には、他にはネイルガンも一つもあんのかな。捨てられねえし、ネイルガン。ダメージ食らったら次発生度ちょっと使おうか、優先的に。あと2個使っちゃえばインベントリー1個開くもんね。あとご飯か、ご飯か。めっちゃ回復してご飯。いやーここで朝まで時間待つもったいないな。6時めっちゃなんか暗くなったし、逆に。あ、朝日だ。これいけるんじゃない、そろそろ。視界悪いけど多分大丈夫だよね、そろそろ。めっちゃ伸びてる頭が。すげえ、オブジェだ、オブジェ。オブジェだ、こいつやべえ。どうなってんのこれ。あ、ダメだ。よし、そろそろ歩いてるかな、もう。あ、あっちの家なんか入り口がだいぶ大変なことになってる。人でも住んでるのかってぐらいにたかってたね。いやーこんな視界悪かったら俺めっちゃ街の中歩くしかないじゃん。歩くか、仕方ない。おっと、ゾンビ来ました。歩いてるのよかった。いやもう、ほんとこいつ。このね、狙う直前の十字架が、今の、心の支えです。これがなかったら俺も無理です。これがなかったら本当無理です。あれはなんか建物あるかな。ダメな。あら、釣れた。あの建物は車ありそうじゃない、あれ。あれさっきのやつか。街人多いな、人？ゾンビ？ゾンビです。ゾンビ多いけど、まあ、何もないかな。
ない方がいいっちゃいいよね。下手にあったらあれだもん。人間って大変なことになっちゃうもん。あの家地下室あるな。車あったの。こいつだけ仕留めようか、先に。ビビったビビった。これで、あ、いつもだ。あ、もう、ダメや、もう。こんなに近づいてきたらダメです。びっくりしたよ。血も出てないね。もうだいぶ撃っちゃったよ。あ、間に合わない、間に合わない、間に合わない。ダメだ。エンジンから入れるとバッテリーしかなかった。よし、行こう。デブだけ、朝のデブだけ。いなかったっけ、今デブ。デブは？痛い、痛い、痛い。ないね。よし、行こう。弾は231発。100発近く撃っちったな。適当な家で補給してっか。多分適当な家一軒入れば、うまくいけばあるよね。なかった。あ、マグナムのパーツ。もうほんとこういうのやめてほしい。アサリに入っといてやめてほしいっていうのはおかしいけどね。ほんと、地下室あるやん。地下室なんて行かないけどね。まあ、ないです。この町は銃持ってる人いないです。マグナムのパーツあったり。あった、これだ。正解。銃ないのか、欲しいときには。人とかいらないです。塞がれてるし。あ、よっ、おい。骨折してるときにね、こんなことしちゃダメですよ。危ないから。ここの家まで行ったらもう諦めて行きましょうか。これ家じゃねえし。これ家じゃないし。こっちは？こっちも家じゃないな。よし、諦めます。諦めてノースに行きましょうか。ノースこっちだ。あ、今回また18分経っちゃったんで、次の動画行っちゃいたいと思います。次の動画でまた走り始めます。あれ？こっちだね。こっちに向かっていきます。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画見てください。静止画でした。